今週の金曜から土曜日にかけて日本海側の地域を中心に大荒れの天気に警戒が必要です。発達した低気圧の影響で金曜日の未明頃から日本海側の地域では風が強まりそうです。特に北陸から東北の日本海側では暴風や猛吹雪に警戒が必要です。そしてこの風や雪ですが金曜日の夜にかけても同じようなところで強まりそう。土曜日にかけてもこの雪や風続くんですが午後になると次第に風は弱まってきそうです。ということで今回の暴風や猛吹雪大雪への対策明日までにお願いいたします。では明日の予想天気図です。明日は今日雨を降らせた低気圧東の海上に抜ける見込みで日差しの出るところもありそうです。では天気マークで見ていきましょう。ただ東海から東北地方は雲が多く雨のマークないんですが静岡や関東南部夕方一時的に雨の降るところもありそうです。そして山陰や北陸地方夜遅くには雪や雨の降るところもあるでしょう。日中の気温は今日よりもぐっと低くなりまして東京でも予想最高気温10度を下回る見込みです。気温の変化で体調を崩さないようにお気をつけください。ではこの先の全国の天気です。北陸から北日本の日本海側金曜日から土曜日にかけては猛吹雪や大雪に警戒をしてください。また西日本の日本海側の地域でも金曜日は雪の降るところがあるでしょう。交通障害などにも十分に注意が必要です。太平洋側の地域では晴れる日が続きます。週明け以降はこの時期としては気温の高い日が続く見込みです。